もちろんそのなんていうかすごくバイタリティもあるし、あのやるぞっていう気持ちの溢れてる人なので、その通りのこう生き方もできるっていうかな。ちなみに僕は大器晩成型なんですか。大器晩成型、うん、まだまだこれから。理由のはどうなんですか、うん、そうですね、あの運命線がこう入ってますよね。大器晩成というか、なんだろう、今もでも頑張ってやお仕事されてらっしゃいますよね。今多分ここら辺だと思うんですけど、すごくはっきり運命線入ってるし、でここもまあ入ってはいますけど、まあ、徐々に徐々にではあるけれども、もしかしたら年齢上に上がるにつれてこう人のサポートをするようなお仕事でこう開けていくかもしれないですね。